柳井忠し、柳井忠し、柳井忠し、1949年、昭和24年2月7日体は、日本の実業家、資産家、カジュアル医療の製造販売、ユニクロを中心とした企業グループ持ち株会社である、ファーストリテリング表取締役会長兼社長、GU 取締役会長、2001年より、ソフトバンクグループの社外取締役、 山口県宇部市中央町生まれ、戦後復員した父、柳井藤は、生が生まれた1949年に、兄、柳井正夫が代表を務める小郡商事から、繊維洋服部門を任され、紳士服小売のメンズショップ、小郡商事立ち上げ、1963年に、ファーストリテイリングの前身となる、小郡商事株式会社を設立した人物、 ただしが中学生になる頃、父、父は地元のヤクザと組んで、土建屋の経営にも手を広げ、次第に町の顔役として幅を利かせるようになった。山口県立宇部高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部に進んだ。映画やパチンコ、麻雀でブラブラしていた4年間だった。就職先として大手商社を受けたが、ことごとく落ちた。 大学を卒業後ブラブラして過ごしていたが、父親の勧めで、ジャスコ、現在の4リテールに入社。ジャスコ4日市店で、家庭雑貨売り場を担当したが、働くのが嫌になり9ヶ月で退職。半年ほど友人の家に居候をした後帰省して、実家のおごり少子に入社。当時おごり少子が展開していた店舗、メンズショップ OS で取り扱っていたのは、 紳士服などの男性向け医療が中心であったが、12年経営に携わる間、洋服の青山や青木などの郊外型紳士服店が号を拡大したため、後発を避け安価で日常的なカジュアル医療の販売店を着想し、全国展開を目指した。カジュアルにこだわった理由は、紳士服、スーツのように接客を必要としない、物が良ければ売れるという点が自身のせいにあったためという。 1984年、昭和59年、父、柳井等の後を受け、小堀商事社長に就任。ユニークな医療ということで、ユニーククロージングウェアハウス、ユニーククロスンウェアハウス、略称ユニクロと名打って、同年6月、まず、広島市に、その第一号店を開店。その後中国地方を中心に店舗を拡大していく。 ユニクロの路線が徐々に日の目を見るようになった1991年、平成3年、社名をファーストリテイリングに変更。2002年、平成14年、代表取締役、会長兼最高経営責任者に就任。一旦社長を指示も、2005年、平成17年には再び社長に復帰。同年、持ち株会社制への移行を受けて、 グループ各社の会長職を兼務している。2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震の義援金として資材から10億円を寄付した。子供の頃は内向的だった。高校ではサッカー部に入っていたが父がいい大学に入ってほしいと述べたためすぐに辞めた。趣味はゴルフで自宅に打ちっぱなしのネットが貼ってある。酒は飲めない。 キーキの料理屋はない。尊敬する経営者は、ウォルマートの創業者、サム・ウォルトン、大英の中内勲、日本マクドナルドの藤田伝。現在は、東京都渋谷区大船長在住。次男の父、柳井は、息子に、ユニクロの経営を任せる気はない。同族経営は良くないですよ。と述べている。ファーストリテイリング、ユニクロが、グローバル展開するにあたり、 独自の経営観を披露している。ユニクロの特に若手社員に対する労働環境が厳しいのではとの批判、いわゆるブラック企業費、ユニクロ労働環境参照を受けて2013年に日経ビジネスで語った自身の社員教育方針については僕が若い社員に海外に行ってくれと繰り返し言うのは本当の意味で経営者になってほしいからです。それができないのであれば当然ですけど 単純労働と同じような賃金になってしまう。僕は将来本当に若者が活躍できる世の中になれば25歳以上は全員対等に評価すべきだと思っています。中略25歳くらいまでに基本的な考え方を決めて努力を重ねて35歳くらいで執行役員になる。そして45歳くらいで CEO になるのが正常な姿だと思っています。 だからこそ、若い頃に甘やかされてはいけないと思っていますとの観点を示している。ファーストリテイリングが、世界展開する各国の社員の給与体系、給与水準を事実上を同一化する、いわゆる世界同一賃金構想を披露した際には、朝日新聞へのインタビューにおいて、世界度でも、やる仕事が同じだったら、同じ賃金にするというのが、基本的な考え方。 海外にも優秀な人材がいる。グローバルに事業を展開するのに、あまりに賃金が違いすぎるのでは機能しない。日本店長やパートより、欧米の店長の方がよほど賃金が高い。日本で賃下げをするのは考えていない。一方で途上国の賃金をいきなり欧米並みにはできない。それを同平準化し、実質的に同じにするか、具体的な仕組みを検討している。 離職率が高いのはグローバル化の問題だ。10年前から社員にも言ってきた。将来は年収1億円か100万円に分かれて中間層が減っていく。仕事を通じて付加価値がつけられないと低賃金で働く。途上国の人の賃金にフラット化するので年収100万円の方になっていくのは仕方がないと持論を展開した上で。 ブラック企業批判については、我々が安く人をこき使って、サービス残業ばかりやらせているイメージがあるが、それは誤解だ。作業量は多いが、サービス残業をしないよう、労働時間を短くするように社員には言っている。ただ問題がなかったわけではなかった。グローバル化に急いで対応しようとして、要求水準が高くなったことは確か、店長を育てるにしても急ぎすぎた反省はあると、発言した。 ホーブス発表の2006年度世界長者番付において、推定資産42億米ドル、約4200億円で78位。2007年度世界長者番付では、同37億米ドルで95位。日本人で6位。2009年、日本の富豪40人では、同61億米ドル、放課換算約5700億円で、日本人首位。2011年は、 推定資産76億米ドル、約6308億円、世界ランク122位の日本富豪ランク2位、ホーブスによる発表。2012年は、推定資産100億米ドル、約8100億円、世界ランク88位の日本富豪ランク1位。2013年にも、推定資産133億米ドル、約1兆2369億円で、 世界66位の日本1位となった。2014年は推定資産179億米ドル世界ランク45位と資産、順位ともに大きく伸ばしたが日本富豪ランクとしては2位になる。2011年の日本富豪ランク1位であったソフトバンクグループの孫正が世界ランク42位となり日本富豪ランク1位に返り咲いたため2015年は 推定資産202億米ドル、世界ランク41位、日本の1位。山口県山口市と、同市小郡市郷、宇部市中央町、東京都渋谷区大船町などに存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。